私腕利きの鍛冶屋と剣士か。いい夫婦になりそう。ちゃんと断るんだよ。絶対ちゃんと断ってよね。はいはい。システムエラーってことで確定ね。うん、わかってる。気にしても仕方ないもんね。仕方ないもんね。私ですか？もちろんです。はい、結婚申請のシステムメッセージ出ました。やっぱり他の人にはちゃんと申し込めるみたいですね。このシステムメッセージ、あんまりいい思い出がないんです。ストーカーにしつこく申し込まれたりとか。やっぱりシステムエラーってことで確定ね。うん、わかってる。気にしても仕方ないもんね。別にいいけど。システムメッセージが出たわ。操作に慣れてないのよね。あ、冗談よ。ちゃんと断ったわ。やっぱりシステムエラーってことで確定ね。仕方ないもんね。どうしたんですか、パパ。だけど、来た。ねえお兄ちゃん、これイエスを押したらお兄ちゃんと結婚できちゃうの？そっか。よし、ノー。やっぱりシステムエラーってことで確定ね。うん、分かってる。気にしても仕方ないもんね。ゆいちゃん、もしかして何か知っているの？以前参照したデータから関係ありそうな情報を拾い上げただけなので完全な情報ではないのですが、心当たりはいくつかあります。パパとママが困っている時は私も力になりたいですから。今2人が結婚したという値はシステムの不具合が起きた時に壊れてしまったのだと考えられます。なのでパパとママは祝福の儀式というクエストを受けてみてください。祝福の儀式？はい、異性の2人が行うクエストで最後まで進行させることができれば2人の絆を表す値が書き換えられるんです。ママの現在の状態も元の結婚状態に戻る可能性が高いと思われます。そうじゃなくて値一つで結婚状態になったりならなかったりっていうのが。ですよ。パパとママが結婚状態じゃなくても2人がラブラブなのは変わりません。そうだよね。ゆいちゃん、ありがとう。当然やっぱり今の状態は元に戻したいし、それにゆいちゃんが探してくれたクエストだもん。面白そう。ねえねえ、その儀式って別に結婚状態を回復するため専用ってわけじゃないのよね。してなきゃ受けられないクエストとかそういうものじゃないんでしょ？そうですね。クエストを受けるのに特に制限はなかったと思いますよ。ならさ、あたしともやってみようよ、キリト。私も一緒に行きますから。ちょっとゆいちゃんが私のために探してきてくれたクエストなんだからね。それが詳しいことは私にもよくわからないんです。今までの解消のデータとは一致しないので、76層より上で起こるイベントだとは思います。曖昧な情報で申し訳ないです。うん、そんなことない。そういう儀式があるって情報だけでも嬉しいよ。77層以上でもらえるついになる特殊な指輪がクエストのトリガーになるみたいです。ついになる指輪、ペアで身につけるものなんでしょうか？とりあえず上の階層を目指すしかないわね。ですね。情報は足で探すものです。もうのリズ、シリカちゃん。はい、私も応援しています。パパ、ママ。よし。